皆さんおはようございます。斉良平です。今日が8月11日日曜日、そして今日は山の日ですね。はい、そして昨日は、もうバタバタ、石垣から帰ってきて、その上で間に合ったあの動画にね、たくさんのコメントありがとうございました。ちょっとノイズの方をどうにか調整してみて、まああんまりちょっとできないかもしれないんですけども、もうあのスペシャルメンバーで撮った、すぐに運が良くなるための方法をもしアドバイスしてって言われたら皆さんは何と答えますかっていうものに対してのその動画、ノイズがちょっと入ってますけども明日、はい、出そうと思います。はい、お休みですしゆっくり見れるかなと思った上で、そんなに長くはないんですけども、はい、そんな感じで明日そのままね、石垣で撮ったスペシャルメンバーの動画を、出そうと思います。なのでちょっとノイズとかあのガーってなる音が気になるっていう方たちは、もうそのままスルーして結構です。明日の朝一のやつはそれを出しますので楽しみにしておいてくださいっていうことと、今日8月11日は山の日ですね。はい、山の日です。まあ基本的に浄化の海、そして英気を養う充電の山っていう風にして使い分けて、まあ僕の先生も山と海を使い分けてましたね。その上で8月11日、山の日、この山に行くことによって今のタイミングはもうすでに秋なので、秋のタイミングは山にたくさん英気が満ちてるんですね。まあ普段からも満ちてます。でもこの時期に、まあ、実りが出てくる時期なので、まあ熟してるいいエネルギーがたくさんあるよっていうことで、その充電しに行くっていうことも考えて、登山とかもいいんですけども、登山って考えると結構大変ですよね。山の中でもすごいいい気が満ちてる場所っていうのは何箇所かポイントがあります。これどこの山の何々さんのなんとかとかじゃなくても、山がこうあると朝一っていうのは上から下に向かってエネルギーがバーッとこう下ってくる。だから山のふもととかも実は結構いいエネルギーがいっぱい溜まってるんですね。で上がっていけば行くほど、まあ、登山って上がっていったりしますが、それでも別にいいと思うんです。でその英気をしっかりと充電しようと思った時に、まあこれは運とか、まあ、僕たちの体の状態を整えていくとか、まあ、気っていうもの自体を抜群にちょっと疲れてる時もそうだったりするし、充電するって言った時の最高のエネルギーになっていくので、それを吸収するのにちょっとコツがあるのは、一つはですね、時間帯です。やっぱりこれ朝の7時から11時ぐらいの時間帯がおすすめですと。昼過ぎていくからダメなんてことはありません。なんですけども、この時間帯にはまあ山で生まれたばっかりのいいエネルギーがずっと流れてるんですね。それを吸収しに行くっていうことを教えられましたし、うちの先生は、先生の表現ですけども、私たちをいつも見て守ってくれてるご先祖様が大好きなエネルギーがその山の中で朝の7時午前中の時間帯に流れてるエネルギーだから、それをしに行くと本人もパワーアップできるんだけども、後ろについてくれてるご先祖様もパワーアップしますよっていうふうにして言われたんですね。なので僕も定期的に行ったりしてたんですけども、今回ですね、実は石垣島行った時に、まあ、大王と一緒に過ごして、桜庭大王と一緒にいて、で川村真由美先生と3人で出させていただいたんですが、あの時実は、まあ、地元の方がよく、石垣の方たちがよく行くって言ってる、滝に行こうって初めてですね、滝に打たれてきました。はい、僕は生まれて初めての経験ではないですけども、かなり久しぶりでしたね。10年ぶり以上ぐらいだったかもしれませんけども、大王も滝に打たれたい打たれたいって言って、石垣まで来て滝に打たれるのかって思いましたけども、どうも地元の方たちがいっぱいいらしたんですよね。で、まあ昼日中の海って基本あんまり行かないって言うんですね、現地の方たちが。だって焼けるし暑いし、ベタベタするしって、もう大体皆さん山の中のあの綺麗な川とか滝のところで遊んでるよってことで行ってて、もうそこだけやっぱ川って風が吹くので涼しい、で日陰もあるし水も冷たいしってことで別世界でしたね。もう虫眼鏡で焼かれるように暑い場所だったはずなのに、もうそのエリアに入った瞬間もう空気が違う。でもう大王も言ってましたよ、もうマイナスイオンが半端じゃないねって話をしてたんですけども、僕も思いましたけど、間違いなくあれは元気になる。はい、僕たちは昼ぐらいに行ったんですけども、それでも全然空気が違いましたね。だからここだけやっぱり特別なエネルギーが流れてるなって思うことが、僕みたいな鈍い人間でも明らかに分かるっていうぐらいいいエネルギーが流れてて、その上で滝にも打たれさせていただいたらものすごくすっきりしたんですね。でうちの先生もやっぱ滝に打たれてました。お弟子さんたちと一緒に滝に打たれることをよくやってたんですけども、なんで滝に打たれる必要があるんですかって聞いた時に、でもね、先生がやった時は冬場とかやってましたもんね。とてもじゃないけど僕はやりたくないって言ってやらなかったんですけども、冬場とかで やれと言ってるわけじゃないんですけども、ただやっぱり普段からまあ昔のねばあちゃん生たちが言うのは、魑魅魍魎っていうもの自体がやっぱりいると、そういったものがね私たちの知らないところでついてしまうっていうことがある。であとは、
やっぱり前にもお話しましたけど、生きてる人間から激しく恨まれるっていうパターンですね。まあ今までのパターン的には不倫であったりとか金銭賃借のトラブルであったりとかっていうことで相手の気がついちゃうっていうことで、その気を払うっていうのは結構大変なんだって。大変なんだけども、山の栄気で充電しながら水で浄化をするっていう滝行っていうのが、これが結構一石二鳥効果があるってことで、結構あの時で言うと、先生の滝行についてってたお弟子さんはもちろんのこと、お弟子さんたちから連れて行かれたちょっとした有名人さんたちだったりとか、名が売れてるね有名人さんとか、そういうやっぱ妬みとかそういったものを受けやすいってことで、滝にね打たれると全然調子が変わるよっていうことを言われて連れてってたんですね。で僕は、冬場によく行ってる姿を見てたんですけども、近寄りもしなかったですね。寒かったので。ただ夏場であるならば冬場にやれとは言いません。本当大変なので、冬場でやろうと思ったら、近くにもしかしたらちょっといい滝があるかもと思ったら、この時期に滝行ちょっとやってみて、打たれるだけでいいんです。で今回大王と一緒に、川村真由美先生も一緒ですけども、滝に打たれてみて僕自身が思ったことは、結構皆さんもたくさん見ると思うんです、滝行されてる方たち。でもあれってもしかしたらって、ちょっと打たれてみて、久しぶり、十何年ぶり、いろんな経験知識を得た上でこの滝に打たれてみてって、気持ちよかったです。すごく気持ちよかったんですね。気持ちよかったんですけども、これってもしかしたらって思ったのは、これも右脳覚醒なんじゃないかなってちょっと思ったんです。っていうのは、余計なまず雑念が消えちゃうんですね。もう滝に打たれて、まずは痛い、冷たい、冷えるって思ってて、そのうちってなっていきながら、なんか無になるというか、ただただこの流れに対して身を任せて、なんか内なるものに対して目が開いていくっていう感覚がパッと思った時に、あ、だからいろんな人たちが、もう経営者の方もそうですし、滝行を経験してるっていう人たち結構いらっしゃると思うんですよ。で定期的に行かれるっていう方もいると思うんです。でだからこの人たち打たれてるのかもってちょっと思ったぐらい。その後に大王も言ってましたけど、めちゃめちゃ頭もすっきりして気分がもう爽快だって言って、かなり疲労してたはずなんですけども、その後夜11時半に呼び出されて、エニタイムに行こうって言って2人で1時間半筋トレしたぐらいだったので、相当体力はね削られてましたけども、でもあれはめちゃめちゃスッキリするなって。まあその上で山の日だから今日じゃないといけないわけじゃありません。今日という日を境目に暦上でも秋がスタートしてるっていうことで、このタイミングで、あ、ちょっと山に行こうと。滝に打たれなくちゃいけないわけでもないです。打たれるとちょっと自分の中にあるまだ目覚めてない何かが目覚めるっていう方いらっしゃるんじゃないかなって思ったことも一つそうです。でそんな必要はなくて、山の中をちょっと散歩する、散策するっていう中でも、まあ散歩がおすすめだと思いますし、行くんだったら午前中の時間帯がおすすめなので、この時にいいエネルギーをしっかりと吸収する、ね、そして充電してくる。それをすることによって自分自身もパワーアップで、先生の言葉曰く、後ろについてるご先祖様がそれでもうパワーアップするっていうことを言われてるので、やってみてもいいかなと思います。その上で、ちょっと近くに程よい滝があると、ちょっと打たれてみようかっていうものであるならば、行かれてみて、滝に打たれてみる体験をやるんだったら、この夏場がいいと思います。はい。寒くなってくると本当にね、たまらなく痛いし寒いので、今だからできると思ってやってみるんだったら、これはやれるかもと思って、それがすごく好きであるならば、冬場でもね、やってみる方はいいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じで、今日は山の日だってことで、山のエネルギーを吸収して充電しましょう。その上で、まあ、午前中がおすすめです。その上でもう一つは何かというと、滝があるとか、滝にね行ってみようと思うならば、今のうちが滝に打たれてみるなら今が、チャンスですよ。はい。その上でこれが、自分の中で眠ってるね何かが一つ覚醒するきっかけになるかもしれませんっていうお話でしたね。まああとは、石垣で撮ったスペシャルメンバーの動画が明日朝一で出そう予定です。はい。ノイズがちょっと入ってますけども、まあなんとか聞けるのは全然聞けると思いますけども、ちょっと音が割れるのであんまり大きな音で聞かないようにして、遠目で聞けて、聞いたら楽しんでいただければなと思います。はい。そんな感じで今日も元気よく、ガッツポーズで皆さんを見送っていこうと思います。はい。では行きます。行きます。行きます。せーの、よっしゃー。ということで今日も元気よくいってらっしゃい。